それではこれよりフェアリーガーデンのご案内をいたします。フェアリーガーデンは暁町2丁目小宮公園のすぐそばにあります。入り口は今木工バラがきれいに咲いていますので、一度目印に来ていただければいいかと思います。このでかい色の塀用のずっと奥にフェアリーガーデンがあります。今は季節柄パンジーがいっぱい咲いています。もうそろそろおしまいで、奥にはバラが出番を待っているんですが、私はちょっとつぼみがあまりついてないんですね。今一つオレンジの海バラが咲いたり、小さなバラが咲いたりしていますが、もう少ししたらバラも咲き始めるかと思います。今奥でも木工バラが綺麗に咲いていて、こちらのラベンダーは 木のようになってしまいましたね。それでは中に、フェアリーガーデンの中に入っていきたいと思います。こちらの方が入り口です。こちらがフェアリーガーデンの中に入ってきました。フェアリーガーデンは水彩画やドールペイントの教室を開いておりますので、たくさん作品があります。こちらが中になります。ガーデンですからたくさんのお花が咲いていますね。今日初めて入った綺麗なアジサイも新人です。もうその他にポインセチア、去年の暮れからずっといるポインセチアやシクラメンも今はまだ咲いています。こちらはカラーセラピーといって、気になる色を選んでいただいて、その色の意味をお伝えしたり、その色が持つ不思議な意味を知っていただいて、これからの生活に生かしていただくというセラピーをやっています。お庭も今緑で、こちらから見るとモコバラが咲いています。になるきっかけを作ってくれたサイドボードなんですけれども、この鏡はいつも皆さんの楽しい会話を喜んで見ていてくれています。そしてこちらは、渡辺和子さん、昨年末に亡くなられた、先生なんですけれども、私の、先生であり私は生徒でした。こういう本もたくさん書かれていて、お手紙を時々くださった素晴らしい先生。では皆さんお好きなカップを選んでいただいて、コーヒーや紅茶を飲んでいただいています。小宮公園の様子をこれから水彩画で表現していきたいなと思っています。こちらの教室は、ここで皆さんトールペイントをされたり、水彩画を習われたり、フラワーアレンジメントをしたりとしています。これは今、芝花に、皆さんお料理の箸袋をお持ち帰りいただきますので、今パンジーを取ってきて、これを今から芝花にしようとしています。
こういうフェアリーガーデンでは絵を描いたり音楽、またコンサートもやっておりますので、音楽を楽しんでいただいたりして、皆さんに楽しく使っていただいておりますので、どうぞお気軽に美味しいお茶など飲みに来てくださいませ。フェアリーガーデンのご案内をさせていただきました。